にちは、ジューサンズヘアーです。今回はこちらの和関西線ベースにブリーチでメッシュを入れるとどんな感じになるのかをやっていきたいと思います。髪のダメージを考慮してブリーチは1回。それではそんな感じでやっていきたいと思います。ビフォア、今回は資生堂のパウダーブリーチを使います。こんな感じです。ブリーチ後がこちら。なかなかの色ムラプリです。事前に説明してなかったらドン引き確定。毛先に行くにつれて赤みが多く残っています。これは和関西線で染めた回数が毛先に行くほど回数が多いため、このままでは色ムラが目立つので、次はアッシュ系の和関西線で染めていきます。根元と全体と2種類作ります。こんな感じ、こんな感じ。仕上がりはこちら。また1ヶ月後に来店された時の色がどのくらい落ちてるかを見つつ、次のステップに進みたいと思います。和関西線をされててブリーチでメッシュを考えてる方は、ブリーチ1回では今回くらいしか色が抜けないので要注意。少しでも参考になれば何よりです。ご視聴ありがとうございました。高評価、コメントよろしくお願いします。